チャオス、どうもボルドです。今回はサムネとタイトル通りでございますけれども、セブンイレブンからつい発売、お出汁が染み込むエビ天とじ丼、こちらで買ってきたんで食べていきたいと思います。 And 愉快な仲間たちということで、こちらつくねになっております。セブンのつくねですね。初めて買いましたね。セブンのつくね、あすんこんな感じです。これつくねかな。お一本買ってまいりましたのと、ファミリーマートからファミチキ、エンド、前回の動画で一回出たかな、この太巻き、細巻きの、ツナマヨと、セブンイレブンのこちら、どっちも食べたいポテトエンマカロン。これね、俺の一番近くのセブンだと置いてなかったんですけど、ちょっと離れたところのセブンだと置いてありました。もうこれ最近見なくなったなと思って、案外置いてあるところもあるっぽいですね。まずはこのエビ天とじ、エビ天とじ丼かな。こっちはまず作成するところからいきましょうかね。作成となったらぶっ込むだけですけど、ぶっ込むだけですけど、香りがやばいです。どうですか皆様、これです。あんまり種類があるので傾けられないですが、これをこちらの米にぶっ込むと、あらやだ、きれいに、ちょっとあらやきれいに、完璧、こぼれないようにと。で、箸かな、お箸かな、スプーンで食べようかなと思ったけど、箸の方が米やから、エビ天がね、スプーンやと食べづらいと思いますので、いただきます。こんな感じです。トロトロでございますよ。皆さん見てください、このエビのこのプルプルですよ、プルプル感に。いただきます。思わず笑っちゃう、うまさですね。染みてんな、プルプルで。これは出汁がマジでうまい。お前抱き酒で食えそう。それぐらい最高っすね。うまっ。尻尾は食わない派なんで俺は。ベリクベリク、プルプルで美味しいっすね。いや、これ初めて買ってみたセブンの焼き鳥つくねかな。いただきます。うん、うまい。なんか弾力がある感じだな、ほんま。結構分厚めのね、肉団子やからさ、美味しいっすね。につかさずエビちゃんをぶっ込んで、つかさず米ですよ。ベルー。ではこっちはサラダ一緒に食べようかな。やっぱ野菜がないとな。言ってこれほぼなんかサラダじゃない感じでございますけど、マカロニとポテトなんで、ほぼ野菜、人参があるかなぐらい、パッと見で人参があるかな。これマカロニサラダと、これなんかようわからんね、肉のやつと、ポテトサラダ、人参と切るやつにマヨとブラックペッパー、卵あたりが入ってるのかな。いただきます。はい、うまい。これはもう定番で俺結構買ってたから安定のうまさですね。うん、ね、
最高やで。これだけに食べればいいかな。で、すかさずファミチキ。ファミチキではね、これ入れ物はファミチキやけど、これあのスパイシーチキンですね。これジューシーで、めんざらまった。スパイシーチキンでも久々っすね。はい、こんなしょっちゅう買ってなかったんで。セブン行き換えのが美味しいもんね、俺めっちゃ。なんかうまい。このエビ天とじるんですよ、今日か分からんけど新発売みたいなので、皆様もお近くのセブンでどうですか、買われてみては。多分当たります。もうそうはできませんが多分あると思います。新発売ってシール貼ってやったんで、最近出たばっかりだと思う。長男かは押さないですけど。すかさず肉や肉、鳥っすね。うまっ。で、米を流す。汁に浸ってるからさ、米がつかみづらいという。外します。串を外して、スパイシーチキンをこの中に入れる。食べやすいですよ。で、あと、これ。ツナマヨ、細いおにぎりです。こう一緒に食べると最高。結局ね、これサラダと言いながらマヨネーズがたっぷりだからさ。サラダを食ってる感覚じゃねえな。野菜ではねえな。サラダではあるけど。箸をこの字に食わないぞ。もったいねえ。はい。ということで、こちらのガツンと飯にご用意したものは、バズンオレンジのやつ。いえ、ファンオレです。ファンタオレンジ。これなんかファンタのなんか新しい味がなんか出てるっぽくて、テレビ料理行ったら、その、なんていう名前のなんか値札だけ置いてたんですよ。で、全部ガラッと入ってたんですよ。あれこれもしかして人気ありすぎてすぐ売り切れたかと思ってから、何店舗か回ったかなかったんで諦めました。人気ありすぎやろみたいな。多分ヨーグルトなんちゃらっていうのがなんかあるっぽくて、名札だけ見てきましたね。どこ行ってもなかったですね。残念無理でした。それで買いたかったけど、今日行った時に新発売でね、ヤフダが置いてたから、でも商品はなかったから、マジかと思って。それじゃあさ、動画でね紹介したかったからさ、残念ながら置いてありませんでした。どこ行っても4軒ぐらい行ったかな。全部結構あるんで、4軒行きましたね。でなかったんで諦めて、この店頭地が品揃えで、おお、もうそんなのあるやんと思って買ってみて、最後に買い物行ったかな。その最後の望みで、じゃなかったからもう諦めました。で、このファンを入れる。同じファンタということでね、ファンを入れを買ってきてしまいます。米をかっこんでしまう前に、こちらですよ。これも食わないと。手がかかる。この間一回初めて食べたとき結構ね、まあ言うて味は一緒だからあれやけど、まあ細いからさ、これも食べやすいっていうのかな。三角だとね、まあ三角も三角でいいはいいんだけど、どっちもいい点があるって感じかな。てかそこのセブン、最後4店舗目のセブンかな、おにぎりがほぼ置いてなかったんですよ。もうないと
暫定的な問題もあったと思うんですけど、これの今井マヨ、エビマヨバージョンもあるので、こっちを買いたかったけど置いてなかったから、こっちのツナマヨのやつにしてきて、細巻きのエビマヨバージョンも買ったくないからさ、買いたいなーと思ったら置いてないんで1本目のところにありましたけど、ファンタの新しいやつ探してたからこういうの入れてました。1本目のセブン、うめ、もう俺らね、コンビニといったらもうセブンなんで、もうセブン信者なんでセブンばっかりっすね、これは。また家から近いんだよね、セブンが一番なんかあれっすね、お酒じゃないけどね、ビール感覚になってきて、なんか炭酸きついからさ、炭酸きついのマジで、嫌いじゃないですけど、苦手の方なんですよ。でもオレンジとか好きやからさ、全然ファンオレとか全然飲むんですけど、炭酸きつめだときついですね。一番飲むのはやっぱマッチが多いかな。乳酸系、乳酸菌飲料、カルピスとかさ、あの辺のやつも飲みましたね。あんたはたまにかな、飲むときは飲むけど、はい、飲みちゃおう。ラスト、こんだけですね。これとただ終了です。食べていきましょう。最後、ちなみに今日はデザート買ってないからないですちなみに今日はデザート買ってないです。今動画外でね、食べますということでね、デザートもありましたけど、今日買ってないです。朝から何も食っちゃったんですよ、それは腹減ったんでがっつり食っておりました。ありがとうございます。ということで、最後サラダ、これがうめんつゆで、これサラダ最後に残ったことあんまないな。うちで弁当と水弱なんだよ、ね、お惣菜が少し追加しましたね。みんな量多くないんで女性だったら多いのかな、男性の一般男性の成人してる方やったら多分足りないかもしれないね。俺にはちょうどいいぐらい。大変。ごちそうさまでした。ペロリでございます。ペロリで腹減ってたからさっぱり。出ちゃうんですよ。こいつもね、腹が満たしましたよって言ってますよ、この服も。これベニシングアップのやつなんですけど。はい、どうぞ。うまかったぜよ、ポンポンポンって言ってます。腹いっぱいぜよって。なわけねえだろ、そういう。でもファンオレで。落ち着いて。ということで、あとゆっくり飲みましょうかね。風邪一気飲みするのなかなかさ、得意な方もいると思うんですけど、俺は苦手な方なんで、コーラに行くのが絶対無理ですね。ごめんなさい、ごめんなさい、
ごめんなさいね、本当ごめんなさいね。お食事中の方、本当にごめんなさいね。お食事中になる方もいるかもしれないので。はい、ということで、今回はセブンからのシーンです。バイ。何やったっけ、エビ天とじ、天とじ、エビ天とじ丼かな、あれですかね、買って食べていきました。ファンオールとたまにということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね、乾杯、バイバイ。